おいしょ、こんにちは。ゼルダと人生に彩りをイカ坊主です。ということで本日もティアーズ・オブ・ザ・キングダムの検証していくんですけれども、前作最強配下金武器、黄昏の意味は今作も入手できるのか？ということでですね、今回は前作のスマブラゼルダアミーボを使って超低確率で入手することができる黄昏の弓という武器をですね、この続編であるティアーズ・オブ・ザ・キングダムでも入手できるのかどうか検証していきたいと思います。というのもですね、黄昏の弓っていうのは攻撃力30、そして耐久100、さらに飛距離がほぼ無限っていうね、例えばこっから撃ってあそこのね空島に当てることもできます。そんなとんでも武器なんですけれども、それを引くことができればかなりね冒険が楽になります。ただ現在ゼルダアミーボはかなりね品切れが続いておりまして、値段が高騰しているんですよ。転売屋しか売ってないんで、絶対買うことができないんですけれども、私ね当時から持っていましたので、ゼルダアミーボどころか全てのゼルダアミーボ手元にあるので、早速ね検証していきたいと思います。でやり方なんですけれども、まず適当にセーブをして、でセーブができたらアミーボ引きます。でもとりあえず今からゼルダアミーボ引いていくんですけど、えい、はい、宝箱出ますと。で、これを引きます。さあ、琥珀ですね。まあ、これはハズレなんですけれども、ハズレだったんで、さっきの場所にね、ロードしまして、で、ロードしたら、もう一回ね、アミーボを使います。はい、そうすると、なんと引けちゃいます。普通、ゼルダの伝説においてアミーボっていうのは、1日1回しか引けないんですけれども、このセーブ&ロードを使うことによって、リセマラができるんですよね。なんで、これを使ってひたすらダゴダゴ引きまくっていきたいと思います。まあ、100回、200回ぐらい引いて出なかったら諦めます。ということで、早速やっていきましょう。さあ、記念すべき2回目、一体何が出るんだ？えい！サファイア？まあ、サファイア外れの中でもちょっと当たりですね。じゃあ次行きましょう。ちなみになんですけど、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムでは、空島編をクリアするまで、このアミーボの宝箱が出ないらしいんで、そこはね、皆さんもやってみるときは注意してください。空島編をクリアして、地上に降りれるようになってからだと、宝箱が出るみたいなんで、それでね、やっていきましょう。ということで3回目。ダゴ。琥珀。どんどん行くぜ。4個目。ワルディー。オッパーリュー。5個目サワイア。6。あ、黄昏の姫君の記事が出た。え、これ欲しいな。欲しいけど今回はスルー。これはパラセールの記事ですね。果ての村のこちらに持っていくことによってパラセールの記事を変えることができるんですけど、トワイライトプリンセスのゼルダ姫の衣装をですね。いや、これ欲しいけど今回はスルー。ごめんなさい。あ、出た出た、マジか。え、待って、7個目で出たんやけど。え、はやっ。びっくりした、マジか。ごめん、マジでびっくりした。はやっ、7で出た。しかも出るんや。え、待って、前作やったらさ、30回とか40回ぐらい引かんと出んのに、あるし出るんやっていう。マジか。マジ。あ、でも矢は黄昏の矢じゃないんや。普通の矢、あれ普通の矢なんや。射程が長い。あ、すげえ、射程長いけど、そうか。前作は、専用の、こんな感じで、すっごいね、かっこいい、チュピーンっていう、黄昏の矢っていうのがあったんですけど、今作は、そうか、矢の種類が1種類しかないけん、普通の矢なんか。だから矢は減っちゃうんですけど、まあ、それでも、超射程、あそこ届く。えい。あー、でも、前作よりも弱体化されてるな。マジか。いや、これは残念だな。まあでも前作が強すぎたか。マジか。残念ですけど、ちょっと敵に使ってみよう。今2回撃ったから、耐久値もちょっと調べていきたいんで、1回ね、敵さんに使っていきましょう。ということで、ちょっと強めの敵がいる地底にやってまいりました。敵を探していこう。あ、いた。こんにちは。えい。一発。まあ30やけんね。よっ。よっ。気持ちいい。お。気持ちいいな。いーよいしょ。いーよいしょ。森ブリンは一発じゃない。ふん。こっから届くかな。お。あーでも結構届くな。かなりいい感じでは。ほ。いや、強いな。めちゃくちゃ届くやん。超届きますね。ほう。これは使えるかも。序盤でこれ引いたら相当楽になると思うわ。まあでも、今作ね、結構難易度高いって言われてるんで、もしゼルダアミーボ持ってる人おったら、まあ、これは絶対引くべきですね。ちょっと、ハヤブサの弓と比べてどっちが遠く飛ぶんだろう。このハヤブサの弓っていうのも、かなり遠くまで飛ぶんですけど、これと比べてみよう。じゃあ、目印は、黒いとこにしよう。えい。この正気の一番手前ぐらいね。オッケー。黄昏の弓だと、
あ、ちょっと遠いですね。黄昏の弓の方がやっぱ飛ぶな。さすが柿弓。正気を飛び越えて、ちょっと行ったぐらいですね。ただ、はやぶさだと、正気のちょっと手前に落ちてるんで。まあ、それでもやっぱ飛びますね。いや、強えわ。じゃあちょっと待機位置調べていきましょう。今ね、2本使っている状態なんで、あと98本打てるのか、試していきます。ということで、数えるぜ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、6、7、1、2、2、36、37、36、31、37で壊れそうになってきた。37で壊れそうということは、今39か。ん？あ、違うわ。ちゃんと俺3から数えてたから、今37ですね。ということは、38、39、40。40か、耐久値。しかも、いや、めっちゃ減ったわ。最悪。待機時40か。大幅弱体。まあそうよな。まあだからあれか。出るのも早かったんか。黄昏の弓。まあでもそれでも強い。それでも強いわ。まあ序盤手に入れてても損はないですね。待機時40って普通の弓でもまあまあ強いけんね。ということで今回は、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで最強を誇った課金弓、黄昏の弓はティアーズオブザキングダムでも出るのかという検証でした。検証結果は、出るけどちょっと弱くなってるけどまだ強いという結果になりました。いやー、このゲームね、かなり難しいんで、いろんな要素を活用してね、ダゴダゴ進めていきましょう。つっても、マップ散策とかさ、ウルトラハンドでくっつけて遊んだりしとったら、ストーリーが全く進まないんですよね。皆さんはストーリー進みます？いや、俺マジで全然終わらんだよね。普通にこの辺歩けるだけでもめっちゃ楽しいし、マジで最高のゲームだと思います。ということで、次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあな。